今回は確率無視できそうな題があったので、ちょっとこれを元に、まあ、ギーゴでのぬいぐるみの取り方をちょっと説明できたらいいなと思って紹介していきます。でアーニャとボンドのチョコの手については動画の後半の方に入れています。でギーゴでぬいぐるみ狙う時の、ポイントとしては、まず第一にシールドが高くないことが一番です。でシールドが高いと基本的に、超えることはできないので、まあ、確率無視はほぼほぼ難しいということになります。であとは狙う時のポイントとして、まあ、爪の角度がある程度いいということですね。まあ、結構人気景品とかになると、あの爪の角度をまっすぐにして3本でしっかり掴む時以外はもう持ち上がらないような設定になっていたりするので、そういった台は基本的に確率無視は難しいと思います。であとは落とし方なんですけど、このようにアームの上昇中に、パワーが弱まって景品を落としてくれるものに関しては左の方に運びやすかったりするので取りやすかったりします。で今回はここタグ狙えるところがあったので、タグを積極的に狙っていきました。でこのタグ狙いも、あの爪の角度が悪いと全く動いたり、あの刺したところで運んだりできないので、まあ爪の角度はかなり大事です。で今のこの形、まあ、右アームを寄せてお尻の方をあの落とし口の方に運ぼうとすると思うんですけど、結構それやると、まあ、持ち上げちゃったりとかして、で右に転がしてしまうっていうことがあるので、タグ狙えるときはこうやって積極的にタグに入れていった方が、リスクが少ないかなと思います。まあ、タグが入れてすごくいい動きをしてくれたので、もうあとは頭を持ち上げれば、落とし口側落とせるかと思ったんですけど、なんか頭のところ引っかかってしまって落とし切ることができませんでした。でなんかちょっと危ういなというところがあったので、頭側を持ち上げてしまうと持ち上げすぎてしまって結局右の方に転がってしまいそうな気がしたので、一回タグを狙っていったんですけど、ちょっとうまく入らなかったので、一回お尻側つまんで持ち上げていけないかっていうところを試しに来ました。これも結構危なくて、掴みすぎてしまうと右に転がしてしまうっていうところですが、なんとか転がらずに済みました。ただまたこのも微妙な形で、倒しきれるか怪しいところだったので、ここタグが入るので、右隅にタグ、入るところ入れていって、なんとか無理やり持ってこれないかというところです。まあ単純にタグ入れて落としたいっていうのもあったんですけど、まあ、タグに入れていた方が事故は少なく済むと思うんですよね。まあ、つまんで持ってこれる台っていうのはギーゴはあんまりなかったりするので、こうやってタグに入れて動くっていうのが一番確実ですね。ここはタグ出しが決まって完全落下でゲットですとはならずに、ゲット判定いただくことができました。続いては悠々白書から浦飯ゆうすけのフィギュアやっていきたいと思います。ちょうど悠々白書は、ジャンプで1話目から見ているような世代なので、こういった形で出てくるのはすごい嬉しいですね。でこの後、桑原、クラマ、ヒエイと、続々と出てくるようですので、ぜひぜひ揃えたいところです。で攻略の方なんですけど、1点目左アームかなりパワーが入っている感じがありました。右でアームで払っていったんですけど、左に振ることができずに左下が沈みました。これは多分左下に重心が少し偏っているなというところで、まあそういったところを利用して最短攻略を狙っていこうと思いました。で右アームで、左にもう少し1回振っていきたいところなんですけど、ちょっと寄せが甘かったっていうのがあったのか、全く動きがなかったです。で右アームちょっと弱いのかなと少し、疑問を持ったんですけど、寄せ方強くして、狙っていったら、なんとか左に振ることができました。でここで、まあ、左アームのパワーに頼って右に振って縦はめ進めていくのもいいんですけど、左下がちょっと重いんだろうというところで左アームだけ、入れて持ち上がってその反動で沈めていこうと思いました。で今実際少し沈んでいったので、これを繰り返していきたいと思います。左下が重ければこの反動だけで十分沈んでいくことが多いので、奥を払うよりも実は早く取れたりします。奥払っていると右アームが弱かったりして結局最後粘られたりするので、こうやって手前を狙っていって、最後は本体越しで手前角外して、落とすことができました。まあ、実際これ、まあ、この後やってた人で右アームで延々と、払い続けてなかなか落ちないっていう人を見かけたので、こういったやり方していった方がうまく取れるんじゃないかなと思います。
いてはアーニャとボンドのチョコのせいやっていきたいと思います。でちょっと前にやってる人が手前を触ってかなり動いていたので、まあ、もしかして奥重心なんじゃないかなと思って始めています。でそのせいで、まあ、奥こうやって結構動いたんですけど、次で手前を狙ってみてます。で手前が軽いならそのまま横はめにしていった方がいいかなと思っていたので、動きを見たいと思ってやったんですけど、奥よりも全然動きが良かったので、ここでもう完全に奥重心手前が軽いっていう風に思ってしまいました。奥重心だとちょっと端幅がかなり狭いので、奥に乗せた後ちゃぶ台とかで落とせるかわからなかったので横にしていったんですけど、まあ手前が重心だっていうなら本当は縦はめの形に持っていって奥乗せをしてっていう風なやり方がベストだった気がします。まあ初期値に戻してしまえばいいっていうのはあるんですけど、まあできればその初見で手をつけたものに対して、初期値に戻したりしないで攻略するっていうのが、目標ではあるので、まあこれはこれでいいんですけど、で、まあ、攻略の方、まあ、横にはまってきてくれたので、スパイファミリーの文字が見えているところの角を外して落としていきたいというところで、押さえがけとか狙っていくんですけど、かなり押しが敏感でちょっと触れただけで止まってしまうような感じだったので、バーに当てるような感じで右アームを下ろして爪を左側に入れていきました。まあまあ結構動くんですけど、まあ、ここでちょっと設置という形になってしまいました。で、まあ、設置しているので角上げをしたいんですけど、まずはちょっとバークロス試していって動きを様子見ています。でバークロスだとちょっとまあ、パターンとなるだけであまり意味がなさそうだったというところで、右アーム加工停止を使ってアームを入れていきます。ちょっとでもただ左側動きが悪いですね。ここで右アーム入れたら右が上がったんですよね。で結構ギーゴって重心側、アーム入れても上がらないことが多いので、今のでちょっと重心勘違いしてたかなっていうのはちょっと思ったんですよね。でこうやって左側の方が動きが悪いっていうところで、ああちょっと失敗したかなとか思ったんですけど、まあ、そのまま続行していきます。まあ、動きがまだ少しはあるというところで、やっていくんですけど、で左側押さえがけで外そうとしたら全然外せないので、ちょっと狙いを変えて、奥の沈んでいる角を左爪で取っていって、なんとか手前を奥に回すような形で沈めていけないかというのを狙っています。でこれも本当は重心側に対して爪入れても動かないことの方が多いので、この形はあまり良くないんですよね。まあ、ただちょっと粘ってみています。一応動きが少しずつあるような感じがするので、まあ何か起きないかなというところだったんですけど、ちょっと動きが悪いですね。ちなみに今、沈んでいる面側の方が辺が短いので、まあそちら側で落とさないとかなり厳しい端幅でした。まあ10センチと、今沈んでいる側の面の辺は 9.5 センチっていうところで5ミリだけ短いんですよね。まあ実際見てみるとちょっとだけ細くなっているかなっていうふうに見えます。で長い方でいくともう端幅に対して5ミリぐらいしか余裕がないので、まあ落とすのは厳しいだろうなっていうところですね。で奥角狙い続けてちょっとしつこすぎたんですけど、まあ、若干ですけど左下沈んできているような感じはありました。ただちょっとさすがにこれ以上続けてもダメだなと思ったので、少しずつ狙いを変えていっています。でここで、諦めて手前に入れるようにしたら、少し左側、まあ、沈んでくれて、先ほどよりも手前の沈み全体的に深くなってきました。なので一応効果はあったかなというところで、ここからはもう一度しつこく、押さえがけを繰り返していきます。で右アームはちょっと左箱に接触すると止まってしまうっていうところで結構ギリギリなので、バーに阻害されて動きが悪いんですけど、まあ、なんとか右アームを下に入れたりすれば動いたりしてくれるっていうところで、まあ、左の押さえがけと併用しながらこういった形で右アームだけ、箱下に入れて通すことで右角を浮かせたりすることができました。でこれを繰り返していれば、まあ、なんとか落とせるだろうというところで、どんどん繰り返してやっていきます。本当にあとちょっと外せば落ちるっていうところなんですけど、ここもギリギリ粘られてしまいました。でもさすがにここまで行くともう落とせないことはないだろうと思っているので、あとはミスらないように気をつけてアームを下ろしていくというところですね。
で、押さえ掛けとかで大事な時、大事なところとしては、まあ、爪先、閉じている時の爪先を見て下ろす位置を決めるっていうのが大事です。ミリ単位で調整しないといけないので、それは気をつけた方がいいと思います。で、かなりもう落とせそうになってきていますけども、まだ粘られます。これももう右爪で押さえかけて、もういけるかと思ったんですけど、もうギリギリ粘られてしまいました。でも本当にもう1ミリもないぐらいで粘っているので、さすがにもう落ちるだろうというところで、最後右爪をかけていったらようやく落とすことができました。粘りがちっていう感じですね。ただお金はすごい使ってしまいました。まあ機会があれば、縦はめで取れるかっていうのを試してみたいなと思います。